じゃあ何手でいけるかっていうので、はいはい、向こうのあのゴーレムの、はい、ゴーレムトラップのあのネザーゲートあるじゃないですか、はいはい、あのゴーレムトラップの鉄回収できるところ、はいはい、あこの中に入るとかどうですか。あーいいっすよ。この角度が一番と思うので1投目いきまーす。はい、おい、着地したら僕も1投目いきます。え、めっちゃ強くないそれ。あ、いや、相当。いや、結構飛んだように見えたけど。僕も1投目いきます。はーい、なんだ、あ、手間落ちた。めっちゃ手間やばいいっすよ、ゴルフ方式で遠い方から先で遠い方から、はい、いきますね。2投目、この辺、おお、俺の1投ぐらいや。いきます。これもしかして運良かったらもう入るからな。おい、あー、もうこれいける。じゃあ僕3投目いきます。はーい、この辺ジャンプはなしでいいですよね。あらあら、そうですね。これ僕がもう入れたら勝ちっす。3投目どうぞ。おい、これ動いてないっす。ワープしちゃった。おお、じゃあそっちの勝ちですね。3だっすね。いや、むずいな角度。僕は呼んでいっちゃったんで僕の負けです。いや、いいな、これ面白いな。これ角度の研究が必要やな。ちゃんとあの判定がネザーゲートが入ったらだから結構分かりやすくていいですよね。ワープしたらみたいな入った感があって。